ロシア艦艇、津島海峡に2 0日に防衛省がロシア海軍の駆逐艦など6隻が津島海峡を北上し日本海へ向けて航行したと発表しましたこのうち駆逐艦は3月24日に津島海峡で確認されたものと同じものでございましてまた6隻のうち3隻はロシアの政府系ガス会社ガスプロムの船舶でありロシアの天然ガスをドイツに送る パイプラインであるノルドストリーム2の建設に携わっていたものと見られております。現在 EU がロシア船舶の寄港を禁止しており、まあ、このガスプロムの船舶に関しても打破される可能性がございましたので、ロシア軍が船を護衛し、ロシアに帰還させようとしているのではないかと見られておりますが、EU は実際にロシアのタンカーを打破しておりますけども、 ま、こういったロシア軍の動き、明らかに日本周辺においても活発化しておりますので、日本政府には情報収集を続けていただき、日本やその周辺において自衛隊の訓練などを実施し、このようなならずもの国家に対してしっかりと抑止力を示していただくようにお願いいたします。以上になります。 ご清聴いただきありがとうございました。